この動画ではバージョン9.02で改良された配管サポートの移動、コピーについて紹介しますこのバージョンから配管サポートを配管に沿って移動やコピーができるようになりました配管サポートを選択しマウスの右クリックメニューでコピーを選択します配管サポートに接続する配管が一覧リストに現れるので基準となる配管を選択し OK を押します。コピー先の配管をクリックします。そのまま決定ボタンを押します。配管サポートがクリックした位置に配管に沿ってコピーされ、距離指定ダイアログが現れます。ここでは、エルボからの距離、線を入力、適用して閉じます。このとき、コピー元の選択した接続配管のファスナーがコピーされていることが確認できます。別の位置にコピーしてみます。 先ほど同様、基準となる配管を選択し、OK を押します。移動先の配管をクリックし、そのまま決定ボタンを押します。先ほど同様、エルボからの距離、線を入力し、閉じます。配管サポートが配管に沿ってコピーされ、選択した接続配管のファスナーもコピーされます。 他の配管ファスナーは手動で入力する必要があります。配管サポートの移動も同様の操作で可能です。ご覧いただいたように、配管サポートの移動とコピーが従来と比べ、より簡単にできるようになりました。